頃合いだ。盗賊を片付けて弓師に木材を届けたからな。お前ならやってくれると思ってたよ。で、計画とは？よし、キクロープスとはまだ片付いてない金の問題がある。お前もだろ、荒々しい友よ。あんたのせいで私まで追われてるんだ、我が友よ。確かに。それじゃあ誓おう。これで最後にしてやる。奴がいつまでも俺たちに手下をけしかけてくるなら、目にもの見せてやろうじゃないか。話を聞こう。私は何を？俺たちはだろ、俺の頭脳とお前の力、二人がかりということだ。そうだな。頭を使え。奴の一番大事なものは何だ？手下か、土地か、船か、いや、黒曜石の目だ。要点を言え、マルコス。わかったよ。目を奪うんだ。おいおい、金を借りた挙句に目を奪うのか？そしたら俺たちの勝ちさ。目は売りに出せばいい。それで一石二鳥だろ。おとなしく渡さなければ奴は両目を失うことになるな。そうじゃない、キクロープスに気づかれないよう盗め。見つかったらダメだ。なら新しい弓が役立ちそうだ。目は奴の家に保管されてる。大事すぎて使えないのさ。しまい込んでたって意味はないと教えてやれ。日没を待って忍び込め。そして盗んで来い。キュクロープスの住処はどこにあるんだ？島の西側を進め。ねぐらが見つかるだろう。わかった。だが姑息な手は通用しないぞ。姑息？傷つくぞ、カサンドラ。けどそれがあんただろう。それはな、目を持ってきたらわかる。いいか、誰にも見られるなよ。ああ、やり遂げればキクロープスが戻ってきても首は取られないぞ。Αληθώς και πολλούς υπήρους επίσης υπάρχουν στο δοφύλαξ μέρος τη λαμβάνει και η ανοιχνευτέ ανοίγει. Διερωτώ με η στρατολόγηση γέννητο. Μάταιον ως την παιδιά. 目を探そう。マルコスが言うほど高価ならどこかに隠してあるはずだ。この首は締めるべきだったな、タロス。
ああ、目だな。見つけたぞ。静かにしていれば茂みに隠れていられる。おいおい、あんなに見張りの奴らがいるのか。気をつけないとな。あまり遠くへ行くべきじゃない。返した方がいい。
首飾りはあそこだな。Oh, God.
私を警戒してるはずだ。気をつける。何なんだあの見張りの数は。石ころなんかのために家だって買えるほどの石ころだぞ。それでもキクロープスへの返済には足りない。怒るなって、いろいろと楽しめただろう。ああ、そっちは気楽なもんだよな。もう私を巻き込むのはやめてくれ。うまくいくさ、約束する。俺が嘘をつくか。答えたくない。目は渡しておく。まだ売るなよ、商人には盗品だとバレる。持ち主が有名だからな。ああ。やつの顔よりお前に似合うな。今日はもう十分やった。じゃあな、マルコス。待て、船を見た。初めて見るやつだ。で？かなり上等だった。キクロープスに違いない。仲間を連れてきたんだ。
帰ってきた？ああ、息をつく暇すらない。奴らを片付けて問題を一つ減らそう。クロイソス並みに裕福な連中だ。キクロープスからたんまりもらってるぞ。お互いに得をするぞ。まあな、確かに損はしない。ああそうだ、お前には得しかない。それで奴らはどこにいる？東海岸にある廃屋だ。その隠れ家に光り輝く黄金の宝があるかもしれん。奴らを片付けて根こそぎ奪えば大金持ちだ。ケファロニアの人間じゃないとしたらどこから来たんだ？確かなのは奴らの死に場所がケファロニアだってことだな。東海岸だな。もう少し詳しくわからないのか？奴らは廃屋にいるだろう。サミの南にある小さな森のそばだ。黄金の宝の一部は私がもらうからな。交渉は受け付けない。情報をやった男に分け前は？残りであんたの借金を返す。それが条件だ。分かったよ。さあよそ者どもにケファロニアの流儀を教えてやれ。やるかやられるかの世界よな。その首飾りよ。サメはかなり抵抗した。気に入ってたんだろう。やっと出ていける。野菜とはおさらばよ。はあ、これまでとは違う新しい人生を始めるんだ。よくわかるよ。うまくいくといいな。一生恩に着る。
さあ進め。見捨てられた家、そして人々。